どうもロンチンティビです。本日はですね、ウマ娘プリティダービー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。そろそろバブリーランドに行きたいわね。バブリーランド来ましたね。というかめちゃくちゃ久しぶりなんですけども、皆さん元気でしたでしょうか。なんか俺この動画を今撮ってるんですけど、声が出るかどうかがまず心配でございます。ということで今日はですね、新育成ウマ娘に名勝ドットが来ているお知らせ動画やっていきたいと思います。でその前にですね、一応今回お知らせすべてを、まるっとやるためにこちら見せていきます。特別遺跡も明日の12時から始まります。名勝ドットのガチャも、明日の12時からなんですけども、明日からね、新イベントというか、まあ前もあったんですけども、またね、特別遺跡が来ております。でこれはね、まあ間違っていいやつを移籍させないように注意してください。でこのイベントでね、ピースも取ることができるので、まあこのイベントね、熱いですね。で今回8月なんですけど、期間こうなっていて、このあとねレジェンドレースも開催される予定があります。これは公式で言っていた情報で、レジェンドレースが多分この8月15よりあと8月17とかそんくらいから始まるんじゃないかなと思っております。なんで8月はね、ピースがもらえる量がちょっと多かったりするかもしれないんでね、そこら辺は嬉しいところだと思います。であと特別遺跡だと、例えば名勝ドトーとかをね移籍させるとそのピースもらえたりするんで、まあガチャのねキャラ持ってるやつだったらそれね狙ったやつ取れたりするんで、ありがたいところではあります。はい。で特別遺跡が来るのと、今回はですねこちら名勝ドトー、そして、ガチャの方、サポートカードはスペシャルウィークと東海帝王が来ております。まあ、こっちに関しては、まあ、スペちゃんがね、まあ、配布スペとかの方がいいとかあったりして、このガチャのスペちゃんは全身全霊もらえるんですけども、根性のカードになってるんでね、そこはちょっと考えるところだと思います。で帝王の方は一応スキルとかが良かったりね、まあスピードカードでパワーボーナスがあったりするという利点があるんですけども、まあこれね復刻なんで、ここちょっとね、こっちのガチャについては引くかどうかちょっと悩みどころかなとも思います。で一応ですね、まあこの名勝ドットの話に入る前にガチャ期間見ていきます。ガチャ期間が8月11日から、8月20日となっております。でね、名勝ドット自体はこの後見ていくんだけど、ちょっと引きたい性能にはなっているんですけども、まあ、なかなかこれ今カレンダー見ているんですが、時間も表示されてるけども、11から20日ということで、一応24にこのハーフアニバーサリーがあるんで、まあそこがちょっと悩みどころではありますよね。これ20日までなんで、ここで更新が入って、でレオハイの日程もまだ出てないんですけども、レオハイは一応下旬なんで、このガチャ更新またうかもしれないんですけども、そこら辺がちょっと気になるところかなと思います。レオハイに向けてもまたね出るかもしれないのと、あとハーフアニバーサリーで何来るかというところも一応考慮のところだと思います。なんで一応ガチャ期間を見た理由としては、もうこの数日後にハーフアニバーサリーが来るからどうすんだっていうところと、まあ一応ね、私個人的にはこの名勝ドットに関してはもう絵もいいんでね、引いていきたいところではございます。ということで名勝ドットを見ていきましょう。まずはですね、こちら公式サイトの原案になっております。いやこれ見たらさ、引くしかねえよな引くしかねえよなって感じなんだけど、なんで私は引きます。名勝ドットガチャは引きます。もうこれはね、待っていました。名勝ドット、3D のレースのキャラクターとして出た時から、もう引くしかねえ、早く来ないから、エイシンフラッシュと名勝ドット、どっち引くかなみたいなところではなっておりました。一応説明読むと、自分自身が全く持てない、弱気な垂れ耳ウマ娘、典型的なドジっ子で何をやってもうまくいかず、それでもどこかで自分を変えたい、諦めたくないと願い、未来が上向きになるきっかけを探している、 TM オペラーの過剰な自信に憧れているということでね、まあ実際の名勝ドットに関しても、まあ TM オペラ王とのね、まあマッチアップというかで、ね、レースが多くて、 TM オペラ王が1着を取ってるところの2着を名勝ドットが取っているみたいなところも多かったんですけども、まあ今回レオハイに合わせてきましたね。一応データを見ていくとこのようになっております。名勝ドットの障害成績は27戦10勝獲得賞金は9億2133万4000円となっております。なんでね、かなりね活躍してはいるんですけども、まあ G1 レースとかではそのテイムオペラ王にね1着を取られるっていうところがあったりして、今回レオハイが宝塚記念では、オペラ王にね勝ってね G1 を取っているというところで、一応ね目標レースは、まあ、宝塚含めてこんなようになるかもしれません。ここら辺レース近いんでね、全部あるかわかんないんですけども、宝塚は絶対あるかなっていうところです。
で、次が、こちらですね、はい。そして名称だと適正はこのようになっております。一応これはゲーム内のモブキャラで登場する名称ドなんですけども、まあ、芝 A、ダート A とか中距離 A、先行 A とかなっております。でちょっとねダートは分かんないんですけども、まあ中距離 A、 そして先行 A というところは多分間違いないんじゃないかなと思います。で今回ね宝塚記念のレース、レオ杯と合わせてきて、さらにね中距離で先行型が馬娘としてね登場するんで、まあこれはちょっとね性能的なところも気になるかなという思います。まあチャンピオンズミーティングに合わせてきたなっていうところがあるんで、中距離適性あって先行があって、あとはね気になるところは私個人的には固有スキルが気になります。まあ一応成長率とかも気になるところなんですけども、特に今回先行の馬娘なので、その先行でまあいい加速スキルっていうのがね今のところまあそうですね、マルゼンスキーとか、まあ、直線があれば、エルコンドルパサーとかねそういうところなんですけども、今回は一応ね直線のところでラストスパートが始まらないんで、そのエルコンドルパサーのね普通の衣装の方ではその めちゃくちゃ合ってるね固有ではないです。なんでそこで先行で使える固有っていうのでマルゼンスキー以外のやつが来たら、まあ結構派遣キャラクターとかになってくるんで、まあそこのねこの先行で来る中距離先行で来るところの固有スキルが一番気になっております。であとはねスキル一応ここから見ていくと、まあ金スキルね、ここね勝利への執念です。でこれに関してはねまあまあまあ皆さんもうご存知の通り、こちらはいエアシャカールのね金徳なんでもう勝利への執念がさ出てきたらさすぐさエアシャカールが出てきちゃうなんでここはねまあね違う方がいいけど、まあ中距離のスキルって、まあ、名称ドットのモブキャラについていたりするので、これあんのかな、覚醒であるとまあまたねエアシャカールの株が上がるというところでございます。であとはこの4つのスキル、白スキルでいうと一番私が気になっているところはこれですね、囁き。囁きはなんかこの名称怒涛の今のねキャラ付けからしてもその自信がないとかそういうところから、実際その育成馬娘にもあるんじゃないかなと思ってます。でちなみに囁きなんですけども、こちらナイスネイチャーの魅惑の囁きというこの金スキルね、これのスタミナデバフの回復能力となっております。なんで、金スキルでねこの魅惑のささやきがある可能性もあるかなというふうに思います。でこれがあるとね、まあナイスネイチャーと2人でね出したらすごいデバフができる、八方睨みささやきみたいなスタミナ削りまくるみたいな風にもなったりするかもしれないし、結構そのねキャラのその印象というかね、キャラクターの、その査定としてはささやきあるのかなと思います。なんでまあちょっと金スキル2個はね気になるところ、勝利への執念はあるかわかんないんですけども、ここら辺ねあるとまあ結構強い馬娘になるかなと思います。一応ね、まあ、独占力とかも次のレア杯ではいいかなっていうところもあるんですけども、まあ、スタミナデバフも結構そのスタミナね今回 2200m で、まあ、どんくらいみんなが持ってくるかっていうところは効果あるかなと思っているので、まあ今回のレオ杯に向けてもかなりねその性能面も気になるところでございます。はい、ということでね今回は、名称ドットブルーレイジング名称ドット、こちらが実装されるというお知らせ動画でした。明日はですねすぐですね性能を見て、特に固有スキルですね、それをレビューしていきたいと思いますので、ぜひとも明日12時も動画ご覧ください。まあ皆さんこれ、まあ名称ドットはね俺は引かざるを得ない、まあ性能がどうであれ、もし固有がめっちゃ弱くても私は引くんで、そんでまあ育成してね、まあイベントとかいろいろ見せていきたいと思いますので、ぜひとも明日も見てください。ということで、久しぶりの動画だったんですけども、皆さんご視聴ありがとうございました。またね、ウマ娘、ちょっとね、上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、のっちん TV でした。またな、バイバイ。